内子線は、愛媛県大津市の新谷駅から、愛媛県北郡内子町の内子駅に至る、四国旅客鉄道の鉄道路線である。かつては、予算線の五郎駅から分岐して、内子駅に至る、盲町線であった。現在は、予算線の向原駅、伊予大津駅間、短絡ルートの一部に組み込まれ、特急列車が行き交う路線となっているが、当初、 関山キロ制が適用される地方交通線に指定されたがゆえに、関線の予算線に編入することができず、内子駅、新谷駅間が内子線のままとなっている。短絡ルートに組み込まれる前の輸送密度は500人、日を下回る程度で、1980年に制定された日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法の定める。 第一次特定地方交通線に選定される水準であったが、短絡ルートになることで、想定輸送密度は6700人、日と算定され大幅な増加が見込めることを理由に、存続が決定した。国鉄再建法によって原則的に工事が凍結された日本鉄道建設公団 AB 線の中で、内山線は、 北関東の鹿島新線と共に工事凍結を免れた二路線の中の一路線であり、しかも内山線は再建方施行以降に全線が国鉄線として開業した唯一の鉄道公団 AB 線である。ただし内山線は重要ルートとしての活用が約束されたにもかかわらず、鉄道公団線としては最低ランクの A 線、イコール地方開発線扱いであった。 内山線と当線を合わせた区間が存続、建設となった理由としては、既存の伊予灘沿いの予算本線が、地滑り地帯で危険であることも挙げられていた。地元住民からは、内湖線に加え予算線の向原駅、内湖駅間及び、新谷駅、伊予大津駅間に関しても未だに、内山線と呼ばれている。旅客向け時刻表や、鉄道要欄では、 予算線の伊予長浜経由の従来ルートと、内子経由の短絡ルートの分岐点を伊予大須駅としているが、実際の分岐点は、予算線ごろを伊予大須下にある伊予、若宮信号場である。ここでは、時刻表や鉄道要欄にない伊予大須駅を分岐点として記述する。内子線のキロポストは、高松駅からの距離の表示となっているため、終点から起点に向かって、 距離の数値が増加し、設置場所も降り列車の進行方向左側になっている。平均通過人員は以下の通り、予算線と一体的に運行されており、高松、岡山、松山、宇和島間の特急列車や松山、伊予市伊予ース、八幡浜、宇和島間の普通列車が運転されている。そのため、起点は新谷であるが、松山、伊予市発が下りとなっている。 盲朝線時代は、五郎内湖間の線内折り返しのほか、隣のイオース駅まで運転する列車が1日に往復存在した。内湖線9線後、9線の大部分は道路に転用された。営業中の区間の一覧表は、予算線も、山椒廃止区間五郎駅、新谷駅映画撮影1988年5月に、新線への切り替えで使用されなくなった。 イカザキ駅付近の急線を使用して映画ダウンタウンヒーローズの撮影が行われた。この時車両として運転されたのは1977年に米山工業の手で復元された伊予鉄道1号機であった。これは昇進正明正の蒸気機関車で現在伊予鉄道松山市内線で走行しているディーゼル駆動のものとは別車両である。洗濯乗車の特例向かい払い機員と 伊予大水駅員との間には、内湖線経由と伊予長浜経由とで、選択乗車の特例があり、一方を経由する乗車券を持っていれば、他方の経路でも乗車できる。途中下車の禁じられていない乗車券であれば、他方の経路上でも途中下車できる。ありがとうございます。